糸グモカスキアロデーはクモ目の分類群の一つ。単生域の六眼のクモの群であるが、極めて異質な外見の二群が含まれている。毒グモとして著名なものがいくつも含まれる。糸グモ科には二つの属が含まれているが、両者の外見は非常に大きく異なる。糸トグモ属は幽霊グモ科のもののような細長い足を持ったクモで物陰に潜む。 もう一つの槍玉雲族シカリアスはカニ雲に似た外見の雲で乾燥した砂地に生息する。そのため以前はそれぞれ別化としたが現在では一つのトガと扱っている。これらの雲には人間に被害を与える有毒なものがいくつか知られている。糸雲族では毒糸雲が特によく知られる。そのようなこともありこれらには一般名がいくつか知られる。 毒糸雲の英名は、ブラウンレクラススパイダー、あるいはバイオリンスパイダーである。またシュカリアスの方は、シックス、アイドサンドスパイダーであるが、外見的特徴からシックス、アイドクラブスパイダーとも、またアサシンスパイダーも使われる。現時点では、日本産の糸雲には、そのような毒性は知られていないが、同一種のメディテレニアンレクラススパイダーは、海外では、交渉例の報告もある。 国内での交渉例は一例のみ知られる。単成域類に属し、六眼で、爪は二つ、古板を持たない。頭胸部は、やや平らで、頭部と胸部の境界は、比較的はっきりしている。六個の目は、左右には縦に二個ずつ、中央には、左右に二個がそれぞれ接近して配置し、中眼は、側眼より前にある。顎は、基部が融合し、牙は小さい。 メスのフレシには、爪がない。オスのフレシ器官は、フレシ不節の先端にある。フワシは細長い場合もあるが、それほどキャシャでなく、また不節には、肉脂がある。腹部腹面前方には一体の諸肺があり、糸イ,イボの前には左右合一した一つの器官期門がある。糸イ,イボは、やや長くて、毛が多く、またはっきりした、先端の尖った間、イボがある。オスは。 メスよりややキャシャ。このような特徴が共通に見られるものの、二つの族の、ものの外見は全く異なる。糸蜘蛛族は、体長 10mm 程度の中型のクモで、印象は、幽霊モかや山白モかに似ていて、扁平という印象は一見では感じられない。体色は、褐色から灰色など、まだら模様を持つものがあり、バイオリンスパイダーの名は、東京部の反問が、 バイオリンに似ることによる。他方、槍玉雲属シカリアスは、体長1 5ミ、mm、リメートルから2 0ミ、mm、リメートルにもなる、大型の雲で、全体に扁平で、東京部は、幅の方が広く、腹部も、ほぼ方形に近い。足は、太くないが、平面的に横に張って構える、カニ雲に似た印象の雲である。体表面に毛が多く、これに砂を取り込んで、 外見的に生息する地表に紛れることができる。糸蜘蛛属のものは、薄暗いところや物陰石の下などを生活の場とする。洞結性のものもあり、人家を生活の場とするものも知られる。網を張らないものも多いが、生息環境の足元に糸を荒く引いたような網を張ることもある。槍玉蜘蛛�属シカリアスは、乾燥地の地表に生息する。 石の下や洞穴に見られ、砂の上か、浅く潜って生活する。太表の毛は砂流を取り込み、外見を周囲に同化させる。素早く移動する能力はあるが、逃げる際には、むしろ素早く砂に潜る。卵は卵脳に収めるが、この卵脳の外壁は、糸だけでなく、周囲の砂を混ぜ入れたものになっている。このような例は、クモ類全体でも珍しい。 分布の中心は南北アメリカ大陸の熱帯から温帯にかけてと考えられ、アフリカ南部と地中海周辺に分布する種も少数ある。それ以外の地域にも家屋製の種が分布するが、いずれも人に分布と考えられる。最も有名なのは北アメリカに分布するドクイトグモロクソスケレスラクルーサで、 人家に生息することもあることから遭遇する機会も多く危険である。このクモに噛まれるとその部分が腫れるとともに絵シが起こることが知られる。最も毒性が強いのは南アメリカ産のエルレタと言われ、この種も北アメリカに移入されている。他にも同結性の種が人家に生活環境を移す例が各地にある。この類による交渉の過半数は 被害者の就民中に起きている。槍玉蜘蛛族シュカリアスは、人が噛まれることははるかに少ないが、同様の症状を引き起こすことが知られる。これら二族はいずれも六眼の単生き類という点で、同じ群であることは明らかだが、外見的な特徴が大きく異なるため、歴史的に扱いが異なる。糸蜘蛛モ族は長く、山城グモ科に含められた。 ヤリダマグモ族シカリアスは独自のヤリダマグモ家、スキアロデーとされた。あとに、イトグモ族がこのトガに移されたものである。現在でも、このウニカは、禁煙なものと考えられ、共通の特徴として、迷子がはっきりしていること、下唇が胸板と融合することなどがある。イトグモ族が、ヤマシログモ家と異なる点として、ヤマシログモ家では、 東京部が盛り上がること、糸を吐いて補充すること、オスのフレッシュ期間の様子などが挙げられる。世界に二族120種ほどが分布し、このうちで糸蜘蛛属が約100種である。日本産は以下の一種のみだが地に分布と考えられている。それ以外のものについては糸蜘蛛科の属種の項を参照されたい。ありがとうございます。